はい、今日は岐阜県にある世界遺産の白川郷について授業していこうかなと思います。先生、白川郷を体感する方法はないですか？いやもうそれはもう白川郷に行ってみるしかないでしょう。ということで岐阜県白川郷にやってきました。はい、はい、いい景色ですね。そうだね、すごい。ここは1995年に世界遺産登録されてて、まあ、今日はねこの白川郷をの歴史や文化を、まあ、みんなと一緒に見て回っていけたらなと思ってます。はい、はい、で今日はねしかもなんとですよ、あの有名なかやぶき屋根の家ですよね、はいはいはい、あの家に宿泊するということでめちゃめちゃ楽しみです。はい、はい、じゃあ実際に行ってみますか。はい、行ってみましょうか。はい、はい、間違えたはい、ということでね展望台カフェに来てるんですけど、まあちょうどお昼時ということでね、早速五平餅と、まあ、岐阜といえば飛騨牛、はい、飛騨牛まんですねと、まあ、おまけでお菓子もちょっともらっちゃったっていう、はい、こちらちょっといただいていこうかなと思います、はい、めちゃめちゃ好きなんで五平餅、はい、あと寒いですねやっぱりここが、うん、なんでもうあったかいのすごい食べたくて、なるほどなるほど、こっちの方があったかいんじゃないってこっちの方が、はい、好きだからね、だからね、はい、いただきます、はいはい、次は飛騨牛まんです。あったか あ、そうやってね、うんなんかすごいおいしいですねいや今ね、集落の方に向かってるんじゃなくて、さっきの高台のところから国道の方に出れるっていうことでそっちに向かってね今歩いていってます、はい、まあ、ちゃんと下見て、はい、しっかり見てないけどそっちすごい注意しながら歩いてるんで大丈夫です着きましたね、はい、はい、全然安全な道でしたいやいやフラフラだった来ましたね、来ましたね、何回も教科書で見たやつですよ、うん、すごい立派ですね、うん、いや、マスク越しでも分かる煙たさがあるんで、なんだろう、ここちょっと中見てみますか。行ってみましょう、はい、おぉすごい入ってますね、実際に。やばっけ、めちゃめちゃ煙たいめちゃめちゃ煙たい飼育スペースなんですか。あー、なるほどね。はい、この3階ね、3階もあるんだ。出ますね。本当だね、うん、あ、だからここが空いてるんだ。そういうことですか。あ、隙間があるおかげで、そうよね、上行くように煙が取れるとですね。もう目がめちゃくちゃ痛いけど、これちょっとこれ怖いやん、これちょっと怖いですねまあでもあれですよね、授業なんで授業なんで、ね、授業なんで大丈夫です、はい、これが重要文化財。重要文化財、はい、これ何使うんですか、これ雑穀や粉引きに使うらしいです。これがね、はい、まあこれでこうどんどんとね、はい、あそこでつくわけね。そうですね、あそこに多分入れる。あ、そうだよね。あ、でもおお、あ、これじゃあ、あれじゃないですか。うん、あそこにね、水がどんどん溜まって、はい、どんどん落ちてきて、溜まると落ちこっち側が重たくなって落ちることで上がって、うんうん、あ、そうやね、水抜けてまたこうなって、うん、水溜められてこう。ああ、自動でやってたんだよね、これ、はい、なるほど、今はちょっとね位置がおかしい、はい、できてないけど固定されてますもんね、向こうも、はい、すごいすごいな、昔の知恵は、うん、本当に、はい、こんなの全材が、はい、体に染みますね。い
いや民間園見てきましたけど、はい、いや、 やっぱ見たことない作りばっかだったんで、うん、楽しかったですね。いやすごいね、なんかいろんな見るとこあった、はい、ちゃんと資料館でした、はい、みんなもね自分で行ってみてください。いや来るといいですよ、はい、ぜんざい美味しいぜんざいも食べてください。じゃあ出会い橋渡ってね。なんだろう出会い橋。集落の方向かいますか。はい行きましょうか、はい、え揺れてるじゃんこれ。あー本当や、うん、なんか揺れるらしいんだけど縦に揺れてる。いやいい出会いでしたね。こちらが明善寺ですね。はい、はい、ここも岐阜県の指定重要文化財ということでね。すごいですね。いやすごいこれは。はい行ってみましょうか。じゃあここも行きますか。はい、これは床下で炎症っていって火薬のね原料を作りました。はい、本来は硝石から取るんですが、うん、日本は雨が多い硝酸は水に溶けやすいということで、はいはいはい、天然物はないんですよね。あですから人間の尿アンモニアですね、はいはい、アンモニアを利用します。土の中のそのバクテリアの分解作用でアンモニアが硝酸に変わる。そんな硝酸じゃんおばちゃん。いうことは。カートがあるとこ。日の丸のね鉄砲の玉ということで軍需産業であったと。はいはいはい。200年前はどこも白木でしたけれども、はい、長年のこう煙でいぶされて黒くなったんです。え最初は白いんですか。そうですよ。え、はい、200年前はどこもこんな白木です。ね、ちょうど防腐剤を塗ったタール塗ったと一緒ですからね。で火の用心確認した。あそこの窓からずっと、はい、実際に、はい、覗いてみてください。火をね、なるほどね、分離ができんような。さっきの窓がここがね、あ、ひみ窓ですね、はい、白川郷はもう茅葺きの屋根がね燃えやすいからこれずっと、はい、火をね番号して見てたということで。確かにずっと見れるな。いやこれ本当ずっとずっと見てられるな。そういうそれはそういう楽しむもんじゃないよ。3名までしかね上がっちゃいけないらしいんですけども。煙が逃げてく窓ですね。あここからねここから抜けていくと、うん、なるほど。あ、見えてきましたね、今日の宿が。はい、着きました。はい、今日宿泊させていただく、はい、漢字屋さんですね。すごい屋根だよ、これは。一息つきましたね。はい、まあ中は結構見た感じは昔の古き良き日本の家って感じがしますね、はい、そうだね、はい、まあ昔うちのおじいちゃんおばあちゃんたちもこういう家に住んでたなっていう、はい、昔の記憶がちょっと蘇る感じの、はい、ですね。まあ、都会の人だわ、うん、こういう家とかは本当一回も、うん、そうね見たことないかもしれない、はい、なんで来てみるといいですよね。そうと、ね、一段落したんでねちょっとコンタクトも外して、はい、メガネに変えたんですけどそれはどうでもいいです。そうね、それはめちゃめちゃどうでもいいです。それは何の情報やったらね。はい、いただきます。はい、お、これは白川郷のね、はい、はい、ご飯です。何から食べようか悩んでます。パコレかな。いやまだ食べない。生なんでまだまだ生、ね、まだですね。必ずこういうのあるね、飛騨牛の大葉味噌、はい、はい、いただきます。はい、おはようございます。今の何今の。ちょっとストレッチしてます。あ、ストレッチ。いや朝ですね。はい、この扉がもう襖なんですけど、うん、こう開けると何かちょっとまだ見てなかったんで。あ、そうね。障子やもんねこれ。紙だからね。まあ触れないですけどね。そうそう。破っちゃうとダメなんで。はい、開けてみますか。はい。お外や。もういや寒い。ケミちゃん急に寒いね。あ、外ですね。完全に。朝ガラガラ言ってた、多分網戸、あ、網戸じゃない、雨戸ですね。雨戸、雨戸、シャッター、雨戸が閉まってたんで、
まあ、こんなすぐ外ですけど、すごいぐっすり眠れましたね。そうだね。水回りとかは改築されてすごい綺麗になってて、お風呂もすごい綺麗で、とっても快適に過ごせましたよね。そう、まあ本当こういうところに泊まれて本当良かったですよ。およそ300メートル先、斜め右方向です。はい、ということでね、帰り雲城跡にやってきました。小島先生、なんでここに来たんですか？いや、ここはなんと埋蔵金伝説があるらしくて、来たんですよね。どんな伝説なの、はい、それ？なんかもともと白川郷が金銀が取れるっていう地域だったんですよね、うん、昔、はい、でこの帰り雲城でもその金銀を取ってたらしいんですよ、はいはいはい、でその帰り雲城は、まあ、戦国時代に豊臣秀吉に攻められてるんですね、この地を。でこの城も占拠されるんですけど、もともと住んでた一族に、まあ、この金銀を取り続けなさいということで、もともと住んでる人たちにまた住まわせてた。あ、そのままね。でその住んでた人たちは、まあ、うん、安心するじゃないですか、うん、ああよかったと、ね、はい、ということで宴だと。そうだね、はい、それは宴会だよ。じゃあ宴だということで宴会をする準備をして、うん、まあ、みんなで城に集まってたんですね、はい、でその集まってた時に超巨大な地震が起きちゃうんですよ。でそこで山が崩れて、うん、まあ、この帰り雲城も、うん、この地帯の城下町とかも、うん、まあ、全部埋没しちゃうんですよね。でその時にこの帰り雲城に蓄えられてた金銀が、うんうん、まだこの地に眠ってるんじゃないかと。あ、そういう伝説があるわけね。で、うん、値段がなんかすごいんですよ、うん、値段値段推定金額、金額、ね、値段は違います。推定金額が、はい、なんと数千億から2兆。2兆は2兆は金額が意味わかんないですよ、ね、でそのがここに眠ってるんじゃないかと思うんですよね。でまあちょっとあそこの山見えますかね。なんか地震の時にあれが崩れて、まあ本当山が崩れた様子が見えると思うんですけど、でここに城が跡があるっていうわけじゃない？ではないらしいですね。なんかいろんなことを計算した結果、うん、この辺にあったんじゃないかってことで跡があるんですけど、だから、まあ、わかんないね、場所がね。そうそう、どこかわかんない。もうすごい広大な土地が、埋蔵金伝説っていう、はい、そうです、あくまで伝説。あ、この辺りにあるってことですね、はい、まだ見つかってないらしいんで、はい、今回ね、白川郷に行ってきたりとか、まあ、近くにある歴史的スポットを見てきたんですけど、まあ、今後もこうやって教科書に載ってるような内容を、まあ、実際にみんなで見てね、面白いんだけど勉強になるような動画をたくさん撮っていくんで、高評価、チャンネル登録、コメントもねよろしくお願いします。じゃあ早速埋没金、埋蔵金だ撮っていきますか。はいはい。